ハロー、声優の佐々木るんです。今日の英語の練習曲は皆さんが大好きなビートルズの Hey Jude です。この歌が好きだなっていう時には誰でもそこに何か特別な思い出が重なるものだと思います。私はシアトルである女の子に日本語を教えていました。その弟の名前がジュードでした。お父さんがビートルズが大好きで息子にジュードという名前をつけたのだそうです。ビートルズの Hey Jude という曲を聴くと私は12歳だった彼を思い出します。この Hey Jude という曲はジョン・レノンが最初の奥さんと離婚してしまった時に息子のジュリアンがひどく悲しい思いをしていて、その気持ちを慰めるためにポール・マッカートニーがジュリアンに送った歌だと言われています。このビートルズのナンバーは私が法政大学の放送研究会に入っていて、学園祭で先輩たちがどうしてもビートルズ特集をやるんだと言ってみんなで歌った一曲でもありました。普段は麻雀ばっかりしていた先輩たちも学園祭の時には張り切って4人の物語を先輩たちがそれぞれにドラマを書いて演じていて、その間に流れていた一曲でした。学生運動の時代、みんながビートルズにハマっていた熱い時代でもありました。 Hey Jude、 おいジュード、悲しい歌もいい風に考えればいいんだよ。悲しい出来事も前を向いて考えればいいんだよ、という冒頭のフレーズが好きです。私のジュードの思い出に戻りますね。ジュードのお姉ちゃんは LGBT です。女の子の体に生まれていましたが気持ちは男の子なんだと言いました。ご両親は戸惑いながら、でもそれを法律的に認め名前をジョンと変えました。ジュードはそれを聞くとクレイジーシスターと言って泣きました。物に当たり思いっきり泣きまめいたそうです。でもお姉ちゃんが大好きだったジュード、思いっきり泣いた次の日の朝、彼は朝一番に男性として生まれ変わった元お姉ちゃんに Good morning, John と挨拶をしたそうです。二人は今でもかけがえのないたった二人の兄弟です。では今月は Hey Jude を練習していきましょう。
佐々木るんチャンネル、聞いてくださってありがとうございます。これからも皆さんの心に幸せな笑顔をお届けできる番組作りを続けていきますので、よろしければチャンネル登録ボタンもポチッとよろしくお願いいたします。ペコリ。